新型コロナ感染拡大から3年が過ぎ、イベントが徐々に復活し始めた春。はい、どうぞご入場ください。おはようございます、こんにちは。今月18日から2日間にわたって開催されたドッグフェスワンダフル山口2023もその一つ。受付票がなくなっちゃってめちゃめちゃ来てますよね。今日はもう多分ひっくり返るぐらい仕事しないといけないですね。なかったですもんね、今までこんなね、嬉しいです。会場にはおよそ90の出店が軒を連ね、山口きらら博記念公園には2日間でおよそ2万人が集結しました。なんかいろんな今までのやってきた苦労だったりとか、そういったものがなんか一つのありがとうで報われるんですよね。本当今回山口大好きになりましたね。県内初上陸のイベント、仕掛け人に密着しました。おはようございます。おはようございます。もう回ってるんですかなんか、あ、罠にはまった気分ワンダフル山口の統括プロデューサー、福岡市在住の霧爪慎吾さんです。グッドモーニング山口。こんだけ大きな会場は初めてですね。経験したことないんで、すっごい不安です。中でも頑張ります。霧爪さんは九州各地でドッグフェスを開いてきました。山口県での開催を希望する声が多かったことから、この度初めて関門海峡を渡ることを決めました。まずこの広い会場に各ブースの位置を示すロープを引いていきます。場所として選んだのは山口市アジスにある山口きらら博記念公園です。今日の会場のコンディションですか？もう本当スイッチオンですね。前々日準備のスイッチがオンで、だいたい前日もオンでイベント当日がだいたい燃え尽きてますね。チェックイベントがあるんですよ。作業に当たるのは5人。ここら辺なのかな。少数精鋭だそうです。ただグルメのミニ。その前準備は彼が一番気合入ってますね。やっぱり志が違う。やる気と志と。ジュニアもうちょい右。あ、気合入ってるほら。気合入ってるわ、リュウちゃん。イベントを通して来場者に楽しんでもらう。それと同じように自分たちが楽しむことを大切にしているそうです。今みたいに、あなたが言ったみたいに真ん中で釘をはめる人。春は高気圧と低気圧が交互にやってくるので天気が変わりやすいと言われます。言葉通り準備の2日間は雨に悩まされ、作業が遅れ始めました。そうですね、予定通りに行かないのもイベントですけど、今日は12時から雨が降る予定だったんですが、天気予報では4時に変わって、なんでいいことと悪いことと織り交ざりながらイベントの準備は進んでます。そして迎えたイベント当日。前日の雨で芝生は濡れたまま。来場者の目標はおよそ1万人としました。こんなに楽しいんだって、あのドッグフェスっていう文化を山口の皆さんに知ってほしいなと。やっぱ緊張する。初めての山口開催。ここまではいつも通りの霧爪さん。こちらどうぞ。チケットの販売こちらです。成功するのか、焦り不安、表情はこわばり緊張が走ります。今ロープ張る時じゃないよ。イベントって9割が準備なんですよ。一回言ったらもう強くは言わないんですけど、でも現場で強く言うのが、やっぱし一番届くんでですね、これが大成功になるんですね。2日間、まもなくイベントが始まります。出展者の皆さん、おはようございます。今回初めて関門海峡を渡って山口での開催となりました。現在前売り券4000枚以上が売れてます。はい、本当に大台が目指せるんじゃないかなと思ってます。まずは皆さん笑顔で
楽しんでいただいて、その笑顔でお客様をお迎えしてください。それでは皆さんよろしくお願いします。そして3、2、1、はい、どうぞご入場ください。こんにちは、おはようございます。おはようございます、こんにちは。こんにちは。慣れない土地と天気、少し混乱はしたものの、まずは予定通りのオープンにこぎつけました。やっぱり初開催の場所ってやっぱトラブルが多いんですよね。予定は未定との言葉通り、落ち着く間もなく変更を繰り返しながら現場の最適化を図ります。はい、それではいきますよ。私の犬を写真に撮ってほしい方、手を挙げて。はい。桐爪さんはイベントを仕切るだけでなく、ワンダフルおじさんというマスコット役もこなします。ワンダフルというイベントは36回目、マテ選手権といった看板のステージプログラムやドッグラン、ワンちゃん同士の触れ合いも魅力の一つです。さらに今回は同時開催のイベントに加え、全国から店舗を集めるなど過去最大規模で臨みました。ただちょっと私としては物足りないぐらいの感じなんですけど、というのも初日の来場は4000人、少し期待通りとはいかなかったようです。それでも数字ではない充実感はありました。でやっと山口で開催できた、そういう状況の中で、すごく今日オープニングに感動したのはお客さんの一言だったんですよ。やっと山口に来てくれたねって。桐爪さんがイベント事業を始めたのはおよそ10年前、地域活性を目的とした小さなマルシェでした。そして2019年、ドッグフェスを始めるも、当時の出店者数は20店舗ほど。新型コロナに配慮しながら継続を図り、ようやく本州へと進出しました。その桐爪さんから見て、この山口の初日っていうのは正直何点だったんですか？イベンターがこのイベントを作ったっていう形で言うと50点。でもそれに対して山口の方の反応、この公演の素晴らしさ、いろんなものを考えると本当に90点です。10点足りないんですよ。何なのかって言うと、やっぱり天気なんですよね、これ。そうして迎えた最終日。まあまあ長い行列ができてしまい、大変ご迷惑をおかけしております。ご了承とご理解のほどよろしくお願いします。今すごい行列ができてるんですが、ワンダフル始まって以来ですね。青空が広がった2日目、会場はまさに満員。過去最大の1万3000人が来場しました。こんにちは。ありがとう、覚えててくれて。県内で初めて新型コロナの感染者が確認されたのが2020年の3月。それから3年、イベントの中止が相次ぐ中、苦しんできた業者からは久々に嬉しい悲鳴が上がりました。今日はもう多分ひっくり返るぐらい仕事しないといけないですね。在庫なくなってしまった。すごいですね。来月もやってください、具材の感じですね。いやもう受付票がなくなっちゃって、めちゃめちゃ来てますよね。山口県は初めてです。もうすごく広くて綺麗なところでびっくりしました。一方、来場者からは笑顔が広がりました。なんかいろんなお店があって楽しかったです。もうちょっとこうあっちこっちでやってくれないけどね、県内で近いところで。いろんなワンちゃんともやっぱり触れますし、すごいいい集まりだなと思いますね。やっぱり輪が広がっていきますね。なかったですもんね、今までこんな。またぜひやってほしいです。
皆さんまたありがとうございました。桐爪さん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。終わりました、ね、終わりました。いろんな苦労はあったんですけど、やってよかったなーって、まあ今特に終わってすぐなんですが思います。アフターコロナで迎える新年度、仕掛け人桐爪さんは来年もイベントを開くことを決めました。